どうも、お酒は二十歳になってからまさやんです。こんにちは。今日はね、仕事は休みなんですけども、昨日ちょっと飲みすぎまして、若干午前中はしんどかったです。第三国志もね、2シーズン1週間が経過いたしました。私は今ですね、何もしてないです。はい、何もしてないというのはちょっと語弊がありますが、ただただですね、資源が溜まるのを待っているということでございます。城のレベルが今ですね、6なんですけども、やっぱりね、早く7に上げたいということで、今ね、資源をなるべく使わず、徴兵も行わずですね、ぼちぼちのんびりやっております。でね、今日はアクティブユーザー、今序列がね、300位までですね、第三国志で見れるんですけども、まあ当然私はね、ランク外でございますが、まあもうね、レベル5の土地を取れ始めた方とかはね、もうすごい勢いで伸び始めてます。で、まあこの300名というのはね、まあ間違いなくこのアクティブということで、ちょっとね、私なりにこのアクティブユーザー300名をですね、もう暇人かと言われてもしょうがないんですけども、ちょっとね、データを取ってみましたんで、それを見ながらね、ちょっと語りたいと思いますけれども、まあ、別にこのデータがあるからですね、まあ、どこが強いとか弱いとか今後どうなるっていうのはね、まあ、さっぱりわからんもので、まあ、ただね、参考程度に見ていただければと思います。というかこの第三国志の動画って地味というか、何も映すものがないというね。このアクションゲームと違ってですね、兵がいそいそいって、ね、音がピコって鳴るぐらいのね、流れだけですので、まあ、動画にはね、向いてないんで、こうやってね、喋り続けるしかないということになっておりますけれどもね。まあ、今度もね、なんか、次、動きがある動画を見せるとしたら、まあ、星、レベル5の土地を攻めるときぐらいでしょうかね。まあ、いろいろ考えながらやっていきたいと思います。ということで、アクティブユーザーね、300名のデータカモン。よし、まあ予想通りでした。私のね、領主が、まあ、300名のうち100名近くね、集中してます。アクティブユーザーが、もちろんね、領主といえば、天下富武さんがまあ、いらっしゃるということ、それと、1サバのね、中堅規模、まあ、大きいとこもありますけど、まあ、結構入り込んでるので、まあ要衆は多いですね。すごい。で、続きまして清州、清州はですね、これほとんど将軍の庭さんですか、ここが占めてる感じですね。強い。一サバの方、まあ、青州同盟さんとかね、いらっしゃるみたいですけれども、圧倒的にサバ勢が、まあ、占拠してるという感じ。続きまして、紀州。紀州は、もう圧倒的、蒼天の霹靂さん、一サバ。これが完全にアクティブユーザー、占有率 100% にやっております。強い。あ、ちなみに、この不明っていうのは、在野か、もしくは同盟の名前見てもですね、僕の情報では1サバか2サバかわからないというところをね、不明という形にしておりますんで、ご了承ください。ということで戻りますが、紀州は、まあ、蒼天の霹靂さんが圧倒的ということです。続きまして、徐州。はい。徐州はね、まあ、国士無双さんですね。これが圧倒的、ね、圧倒的に強い。まあ一サバ勢は内恋さんとかネオジオンかな、ネオジオンさんとかがちょいちょい、序列300に入ってますけれども、まあここは国士無双二サバ強いということです。優秀、優秀はね、まあ今日拮抗してるんですけど、1サバ2サバ、まあ2サバの方は百花繚乱さん関係かな。で、1サバいろいろですね、まあ、晴天
さんとか、まあいろいろありますが、まあここはね、そこそこ拮抗してる感じです。で、兵州。兵州は、このね、我が俗物軍団の一派、田氏誠一誠二さん、ここが、完全に占有してるということです。で、領州も一緒ですね。領州は我が俗物軍団、メイヤの森とナイトウォッチですね。ここが、まあ、エロスさんとかも入ってるんですけど、何人かね。他の人も入ってますけど、まあ、大体、まあ、うちが、占有してるという形。で、駅州。駅州は、北斗さんとかかな。まあ、ちょろちょろ、一様の方が、まあ、入ってるということ。で、慶州ですね。慶州は、まあ、バルハラさん関係が、まあ、多いかなという形です。で、各州、そうですね、北東の方ですね、まあ、東、北東、北と東かに、まあ、大体、ちょっと偏ってる感じですね、あの、アクティブユーザーが。で、1サバと2サバの占有率なんですけども、まあ、1サバがちょうど 50%、2サバ 39%、不明 11% ってなってるんですけど、多分不明はね、多分僕知らないんで、多分2サバの人が大体だと思うので、こう見たらね、300名中ほぼ、50%でね、1サバ2サバがまあ、拮抗してる感じになってますね。で、1サバ勢は結構ばらついてる感じ。その、機種に、まあ、晴天さんが全部ドバって入ってるかもしれませんけど、あとは、まあ、小中堅規模の同盟ですとか大規模が分かれて各州に入ってるとかっていう形で、まあ、散らばってる感じですね。で、2サバはもう集中してますね。陽州、青州、徐州に集中してるということで、まあどっちがいいかは、まあ、さっぱり分かりませんけれども、まあ、前半だったら集中してる方がね、まあ、かっこ撃破しやすいので、ね、集中した州が有利になったのかなと思ったりもしますし、まあ、完全にね1サバ対2サバの構図になるかっていったらまだまだね全然わからないんですよ。1サバ同士戦うかもしれませんし、2サバ同士も戦うかもしれませんし、1サバと2サバの同盟が組んで、戦うということもね十分今後考えられるので、まだ1週間ですけども、まあ、これからのね動きに注目でしょうか。で、まだね、陥落情報とか出ないですね。なんかちょいちょいなんか争ってるとこもあるかもしれませんけど、その今戦争しても、ね、多分ねどこも無益なんで多分やらないと思うので、まあ戦争もうちょっとなってからかなというのと、まだ城のレベル3ですねの攻略情報がまだ全チャットに流れてきてないんですけども、まあそろそろどっかね落とすんじゃないかなというとこですね。はい、まあね、こんな無意味というか暇人じゃないんですけどね、まあ、ちょっと気になったのでねちょっと調べてみようかなと言って今回のねデータを取ってみました。まあ、これからねこういうデータもちょいちょい、調べながらこれからねいろいろ動きはあると思うので、またね皆さんに、お伝えしていこうと思います。まあのんびり見てください。ああこんなことやっとんだこいつみたいな感じでね、よろしくお願いします。ということで、お酒は二十歳になってからマーサヤンでした。また今度。